唇もカサカサだよ。カイカイしてる。セルフォードのアイコニック的なシルエットなんですけど、ロイヤルブルーもファーストレディーならではの模様になってるんですけど、今日夕方ぐらいに気づいたんですけど、はい、このシルバーのパンプすごい気に入ってるんだけど、はい、左足がすごいむくんでるなと思って今日、はい、ですごいね、なんかいろんな人にもうすごいなんか左足痛くてすごいむくんでるんだって、ですごいむくんでるじゃんとか、すごいむくんでますねとかいう話をしてたんですね。靴のサイズがこっちは38サイズでこっちが37サイズだったらまさかのむくみじゃなかったんです。なんか良かったって思って、ね、なんか久しぶりの展示会で嬉しい、ね、半年ぶりだもんな、半年ぶり。はい、リアルワイですね、はい、春ってやっぱり羽織物が欲しくなる。こういうブルーのスカートとか合わせても可愛いよね。これ心が躍るようなワクワクするようなコレクションなので、合わせただけでわーとか、着てるだけでフィアとかそんないろんなね高揚感が出るような本当にコレクションになってるので、リバティームードって言って自由を手にするっていうのが今回のテーマなんですけど、私も2024年すごいいろんな挑戦をしたいなって自分の中で決めてるので、だからこれを選んだのかも。なんかそのワードローブにないアイテム。はじめさん、はい、旅行好きじゃないですか。うん、大好き。これ私やっぱ本当に好きなのかも。これ花江森さんとの今回5回目のコラボレーションになるんですけど、1枚で着てすごい着映えるし、着脱すごい楽だし、着てってすごいコンフォータブルだし、これは旅行にぴったりかも。それこそ番外編でこれどうですか。これ可愛くない。これ可愛い。これも旅行にぴったりですね。デートね、はい、それってファーストデート。すごい妄想してるんですよ。いやでも気合い出るんだったらファーストデート、ね、あ、ファーストデートね。レストランとかちょっと綺麗めな体のラインを拾うようなワンピースっていうのはファーストデートの時は私選ぶことが多いかも。まだまだ紹介したいですが、はじめさんの足心配なので。そう、つま先はこんなんですよ、私の。あと1日目なんて早く、ね、帰って休んでください。はい、わ、はい、かりました。はい、お疲れ様です。ありがとうございました。山根さん、お疲れ様です。お疲れ様です。お気に入りの推しのブラウスチュニックと、はい、推しのデニムです。山根のデニムです。作ったんですね。はい、袖がスリットになってて、なんかマント風、かなり動きやすいデザインです。ちょっと後ろ下がりみたいな感じ、動くとすごく上品な感じです。すっきり裾がまっすぐ揃ってるので、ストレートデニムとかテーパードも可愛いです。セルフォード 2024SS1 はチュニック推しです。見てください、もう選び放題のこのチュニック祭り、このお袖にこうチュールをあしらった切りっぱなしの、あえてこのこうほぐしてある雰囲気がここのきっちり感と相まってメリハリのある一着でございます。ダーツとタックでウエストをマークしてるんですけど、かなりゆったりしていて、このウエストをキュッと見せて袖をふわっとしてメリハリのあるスタイルアップと、こちらはタイプライターにあえてチュールをこう施すことで、こちらもメリハリのある一着でございます。前後差少し着ていただくと後ろ抜きで着る感じになるので、抜け感もあり、この足がスッと細く見える丈になっております。めちゃくちゃ可愛い。お疲れ様です。お疲れ様です。今日とっても上品なコーデですね。あ、ありがとうございますでもデニム合わせてるんですね。素敵です。あ、そうなんですよ。なんか最近すごいデニムがトレンドで流行ってるので、はい、今回ちょっとこんな感じでカジュアルめであえて着てみました。このビスチェと合わせてほしいのがこちらのタイトスカートで、こんな感じでもうお素材も合わせてお作りしてるので、トータルコーディネートが叶うアイテムになってます。このスカートなんですけど、今ウエストにこんな感じでリボンついてるんですけど、取り外しもできるので本当にシンプルなタイトスカートにも使えます。布と布で滑りやすいとかあると思うので、こんな感じですぐ裏側にシリコンテープを叩いてて滑り止めになってます。後ろ結構太幅のシャーリングデザインにしてて、ここゴムが入ってるんですけど、着ていただいた時にご自身の体型に合うように伸縮性も兼ね備えてます。それがこちらのコーディネートになるんですけども、中に着てるこのカットソーもすごい可愛くて、それに合わせてさっきご紹介したタックのペプラムビスチェとタイトスカートを合わせて3点あればこのコーデが完成する。一つ一つのアイテムをそれぞれ使ってもらってもすごい着回しの効く
コーディネートになってます。田中さんお疲れ様です。お疲れ様です。トップスがもうそうめちゃくちゃ可愛いんです。可愛いです。ラリボンがついています。そうです。これ本当はこっちが前なんですけど、あえてこっちを前にして、でオフショルにもできるしこうキュッともできて、あの一押しなんで着てきました。それにデニム合わせなんですね。そう岡山のデニムですよね。セルフォードなのでカジュアルすぎないライン感なので、こういう合わせすごい可愛い、おすすめのコーデです。セレモニーのおすすめ、はい、ブラムセットアップかな。こういうコーディネートもすごい素敵かなと思うので、ブラウスを入れても可愛いし、こういう今年はシアのトップスとかも作ってるので、そういう合わせもできるから結構幅広く着れるし、普段着ようと思っても着れるから、これがおすすめです。お疲れ様です。展示会用に着ているジャガードフレアワンピースになります。小花柄のジャガードを全身にあしらってまして、裾に向かってフレアになる形になっているので、足さばきもいいですし、ひらひら春めいているワンピースになっております。もう一番定番の白を選んじゃったんですけど、ちょっとアクセなんかつけちゃったりして、これで1枚でデートに行けたらなって思います。デニムがすごい可愛いんですよ。このコーデもものすごく可愛くて、これ一式あのマネキン買いです。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。セルフォードでいつも人気のディフォーメーションのワンピースです。前回のはちょっと半袖のタイプだったんですけど、少しお袖が長くなってリニューアルしてます。インナー付きなので本当に軽く着ていただけます。トレンチ風になってまして、ニットなんですけど、あまり体のラインは広いすぎず着やすい、襟ぐりも開きすぎなくて、この袖山も開きすぎないので、あんまり肩幅出したくないなっていう方にもすごくいいかなと思います。スナイデルです。スナイデルです。お願いします。お願いします。ではマリナさんのファッションチェックからいきます。はい、すごい好評です。なんかフェミニンなんですけど、こう大人が着れるフェミニン、このバランスがとても今回可愛いものが多くて、その中でもこのワンピースのこのバルーンのフォルムが絶妙で、でもこう上がリブなんでスタイルアップも叶えてくれる、このワンピースは一目惚れしました。じゃん、チュールのドットのリボンシュシュ、これはリアルバイしようと思ってます。マリナさん、他に一目惚れしたアイテムありますか？これとかキャミソールになってるんで落ちてくる心配とかもないんですけど、ベアになっていてちょっと今年っぽいデザインっていうのと、スリーピースのデザインがとっても今年らしくて大人っぽくて私は好きです。こちらリアルバイ。このチュールのバッグ、パープルとピンクとあと何色かあるんですけど何色だったっけ、忘れちゃった。ワントーンのコーディネートの中に1個差し色で入れるっていうのも可愛いですし、いつも そのデニムのスタイリングにこういうフェミニンなアイテムを1個取り入れるだけで今年っぽくなるので、このバッグはリアルバイです。色は決めてないです。まだスナイデルで定番にもなっているグロストレンチ、すごい落ち感があって女性らしい印象になるトレンチコートなんですけど、ベージュも可愛いです。でも私やっぱパープルかな。春のアウター着る時って実際中はまだ冬服じゃないですか、なんですけどこのアウター1枚で春の雰囲気を感じられるアイテムになるので、春のアウターは色物をおすすめします。おすすめアイテム、ペプラムのデザインが多くて、私も今着てるんですけど、ちょっとふわっと広がるようなトップスですとか、シンプルなんですけどデザイン性のあるものが今季すごい多くて、リボンのデザイン見るだけで胸が高鳴るコレクションだなと思っていて、特に好きだなと私が思ったのはオフショルっぽいデザインなんですけど、この肩の布とか骨格ナチュラル嬉しいんじゃないかなって思うデザイン、本当に着るだけでスタイルがピタッともう綺麗に見えてくれるアイテムなので、今季の一押し、ちょっと綺麗め大人モードで行こうかなと思ってます。これとリボンモチーフのアイテムはやっぱり何かしら買いたいかなって思ってます。今回はトレンドモリモリコーデにしました。今季スナイデルはリボンだったりとかチュールだったりとかモチーフたくさん使ってるんですけど、甘いだけじゃないリボンだったりモチーフだったりチュールだったりたくさんご用意していて、いっぱいリボンついてるんですけどモード感があるような形だったりとか、カジュアル合わせなのに
にタキリのついたパンプスだったりこういうチュールバッグだったりを合わせてミックスコーデをたくさんしています。今回よりボリュームの出たフリルっていうのがポイントになっていて、逆にすごくボリュームを出すことで甘くなくモードに着れるフリルっていうのをご提案たくさんしております。そのワンピースとかもそうなんですけど、たっぷりのフリルのボリュームを使っていて繋いでるらしいんですが、甘くなりすぎずちょっとモードに着ていただけるかなという一枚になっております。こちらもそうなんですけれども、こちらのボレロとタンクがセットになったアイテムなんですけど、今季ボレロっていうのもすごくトレンドだって思っているのと、このちょっと懐かしい小花柄、ちょっとレトロ感があるんですけど、こういったものもまたリバイバルで流行ってきてるのかなっていう思いがあるので、こういったセット品もたくさんご用意しております。新鮮ですね。新鮮ですね。初めてです。おかまりさんの気になったアイテム、はい、チュールがドッキングされてるワンピースがすごい目を引いて、可愛すぎずブラックって締められてるのですごい着やすいなと思ったのと、鎖骨だったりとか肌が見えるものが個人的には好きなので、なんかこう露出しすぎずちょっとリボンで甘さもある感じがすごい好みで、あのこれが一番気になったのでリアルバイしたいなって思いました。お願いします。お願いします。なんか気になったアイテムとかあります？あ、はい。こちらです。今 YouTuber っぽいですか？恥ずかしい。デニムです。なんか今までリーバイスが細身が多かったんですけど、私が割とパンツが太めのラインがすごく好きで、絶対にリアルバイしたいと思って、また一番最初に決めました。このジャケットも可愛くて、これになんかヒールとか入ってちょっとこうフェミニンさも出しなくな、そういったコーディネートが頭に浮かびました。私のおすすめはこちらのショットです。YouTuber っぽく行かせていただきました。フェミニンな色目がすごい可愛くて、袖がポワンとしてる形でワイドになってるので、今までにないデザインのシャツだなって思って、リアルバイしたいなっていうアイテムと、ブルーもすごい可愛いなと思って、こういったニットワンピースっていう風に上から着たりとかパンツで合わせたりとかしてカジュアルなスタイルで着たいなって思って、このアイテムにします。お疲れ様です。ではファッションチェックしたいと思います。はい、レイヤードのニットになってます。今季も引き続きちょっと短めのトップス流行ると思うんですけれども、お手持ちの何かと組み合わせていただきたい方はこの半袖のニット1枚ででもいいですし、肌見せするの嫌だよっていう方はここにレイヤードしてきていただいてもいいというニットです。ミス特有の少しマニッシュ感のあるボトム合わせがすごく気分だなと思っていて、今季もやっぱグレーが一押しでございます。こちらのワンピースを合わせています。こういう深V の U ネックなので、まあ、中にあのインナータンクトップとか合わせていただいて、まあ、そのまま着てシャツワンピースして着ていただいてもいいですし、こうなってるんですよ。こういう風にウエストでお袖をプシュプシュっと巻いていただいて、ちょっとこの袖をベルト代わりにしてもらって、ちょっとこなれたアイラインスカートとしてもご使用いただけます。大人が着れるショート丈トップスは引き続きもうマストアイテムかなと思っております。すごく上質で仕立てもいいんですけれども、大人の人が着ても恥ずかしくないワイド感とショート丈トップス、あのフルート V ネックを作りしていて、私のおすすめは V ネックです。この詰まり気味の V ネックっていうのが1枚で着てモード感とかシャレ感が自然と出るかなと思って、結構新鮮なので V ネックが私はおすすめです。これニットでケーブル編みにしているんですけれども、お胸のパッドがもう内蔵されているので、下着をつけずにこのままポンと着ていただければ、もうショート丈編みすりトップスの完成です。もちろんね、シャツ合わせていただいてもいいですし、まあ、先ほど紹介したの U ネックのワンピースにの中にこれ着て、まあ、ここの見せれるとこの部分だけ肌見せチラリとかする、でも可愛いと思います。結構もう一年中使えると思います。じゃーん、トルソーにも今回ちょっとね着せております。誰が着ても自然とこういうドレープとか膨らみ感が出るお作りにしていて、まあ、さらに2枚仕立てなので、あの下着とか透けにくいっていうのも結構ポイントです。そんな体にピタピタに張り付かないシルエットなので、ぜひ今季はあのマストバイでチャレンジしていただきたいなと思っています。あったけが一押しです。お疲れ様です。
く登場した点になってます。登場した点になってます。はい。ではファッションチェックいきます。ファッションチェック、はい。絡み織りの一枚仕立てのジャケットと同じ絡み織りのコクーンのワンピースになってます。デリバリーが5月ぐらいなんですけど、ちょっとゴールデンウィークとかにショートトリップとかで着たいなっていう、シワにもならないどこにでも着ていけるようにワンピースとジャケットのセットになってます。すごい涼しくって真夏まで着たいなと思って私はこれを買います。ありすぎるんですが、フェザータッチのパンツです。イージーパンツになってまして、こういうショートトップスとか大人の綺麗め見えするトレンド感のあるアイテムとかもおすすめしてるので、ちょっとボトムで華やかさも出していただくのもおすすめです。2色展開になってます。この大人気ラメトップスとこのセットとかが人気でございました。これも人気で、実はちょっとこう透けてるんです。身長のある私でも萌え袖が作れて手が長く見える、スタイルアップ効果もあるので、あのラインがシンプルなんですが、そういうものほどかなり細やかなこだわりでお作りしている人気のボーダーのアイテムです。ファンシーツイードのアイテムをお作りしてまして、なんかツイードのアイテムって結構コンサバティブになりがちだと思うんですけど、柔らかなこういうニットでツイードにすることと短丈にすることによって華やかさもありながらもカジュアルに着ていただける一枚かと思います。白はゴールド、黒にはシルバーにお作りしてるので、割とこうマニッシュ派の方もエッセンスとしていただけるんではないかなと思います。さっき私のコーディネートチェックでもお話ししたんですが、色違いチェックというかツイーディーな見え感のあるワンピースとジャケットですね。こういうワンピースがアメスリのタイプになってまして、ちょっとコクーンなシルエットでラインも広いすぎずに、ジャケットって巻いたら結構ねシワになっちゃいますけど、これはシワにならないので、こんな感じでアレンジしていただいたり、そのまま羽織ってスーツとしてもオーダース一番かなぐらいの、はい、人気の子でした。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。このパンツがすごくラインが綺麗だったので、これをとにかく見せたくて売りたくて、これを軸に選んでみました。ベストなんですけど、すごく肌触りが良くって、重ね着でも使えるし単品でも使えるっていうところで、これもちょっと押していきたいなと思って個人的に選んでみました。ベストと同じ感じなんですけど、パンツもあるんです。大人っぽく着れるので、これもおすすめです。ステップアップで着てもいいですし、まあ、こうやってあのバラバラでもコーディネート組めるのでおすすめです。パンツなんですけど、これシルエットが綺麗なんですけど、綺麗です、綺麗です。ウエストが調整できるようになってるのが、それすごく良くて、ここでボタンになっていて、でここちょっとするときつくもできるんです。横のゴムを隠してくれてるので、きちんと見えもするっていうので、ゴムが見えてるの気になるっていう方でもあの履いていただけるパンツになっております。はい、まやさん。新しくなった。しんちゃん。かわいい。まやさんのファッションチェックからいきます。はい。今日はちょっとミニスカート。実はこれパンツなんですよ。90年代っぽい、ちょっとレトロな昔のリリーって感じですごいなんか懐かしい。でもちょっとこう今流行ってるメリージェーンだったりとかを合わせてみて。ソックス合わせもすごい今流行ってますよね。そうですね。はいさん、今回のリリー・ブラウンのテーマは何でしょう。ニューロマンティックスタイル、ちょっとフェミニンなものにスポーティーだったりストリートなムードだったりとかをちょっと入れて、リリー・ブラウンらしいロマンティックなスタイリングを提案したいなと思ってます。このスタイリングめっちゃ欲しいなと思ってて、全部ランジェリーライクなものとかが結構今季気になるなと思って、チュールもこう透け感あったりとかで、そうこういう女性らしいもの今回気になってます。水着めっちゃ可愛くて、普通にお洋服みたいな感じでも使えるなと思って、なんかデニムとか下に持ってきたりとか。確かに、はい、3点セットです。日焼け対策のこれトップスとパンツ、これにしようかなって思ってます。ミニもやっぱ気になってて、こっちのミニも気になります。懐かしいワンピースを今着たいなって思います。大人でも着れるミニがたくさんあるので、リリー、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。では兄貴から子
このトップスがもうめっちゃ大好きで、映えですね。はい、これをメインに考えました。水色っぽくも見えるような色なので、グレーなんですけど春っぽい色だなと思ったので、さらに春らしく黄色いパンツを合わせてみました。パンツつながり、そうなんですよ。黄色いパンツに合わせたのが花柄のこのガーターベルトっぽいセットを合わせてみました。今回テーマがニューロマンティックだったので、ちょっとこう少女っぽさを漂わせる小花柄のこういうアイテムで、下はスポーティーなアイテムで合わせてみました。あと靴もポイントで、リリーブラウンで秋冬からずっと続いてるリボンディティこのニュールを今回華奢なデザインで作ってみました。可愛いですね、はい、スポーティーなパンツに対してこういうちょっと綺麗めで先がとんがってるポインテッドトゥーのリボンミュールを合わせていただくのが今季可愛いかと思います。デニムじゃないですか。確かに4品番ぐらいあるんです。でもそれぐらいあるかもしれないです。すごい。あとデニムのスカートもあるし、はい、ジャケットもあるし、はい、めちゃめちゃ今回ありますね、はい、トレンドですね、はい、用意スタート、スタート、じゃあニキからお願いします、はい、このスカートをメインに考えました。スリットが深くて可愛いアイテムだったんですけど、それにちょっとリリーブラウンらしいキラキラのボディースーツですね、合わせて可愛いです。ちょっと春らしいこっちも淡めのコーディネートに、さらにデニムデニムで合わせたいと思います。可愛い、はい、私はあのリアルバイを考えてるデニムのハーフパンツ、トレンドっぽくって可愛くって、履いてみたらしかも形がすごく綺麗なことに感動しました。絶対買います。春らしい爽やかなキラキラとしたトップスで合わせてみました。この部分が取り外し可能なので、絶対こうキャミワンピースの上から着てもかわいいと思って両方を狙っております。ランジェリー部門やってきました、はい、お願いします。お願いします。バレンタインのシーズンに向けて今回メニーハートシリーズというプラレットのセットの商品を作りしてます。こちらオリジナルのハートの刺繍をプラに施しておりまして、バストの中心にモナムールってフランス語で私の愛っていう意味なんですけど、ときめくポイントを刺繍したり、ハイウエストのショーツなんですけども、お尻にハートのリングをつけていたり、可愛らしいポイントをところどころに入れ込んでおります。こちらお揃いのシュシュも今回お作りしてまして、お花の形がこう髪にこうキープされるような感じで可愛い。こちらのハートのポーチなんですけれども、しっかりコスメだったりアクセサリーだったり収納できるポーチなんですけれども、こちらがハンドルとショルダーがご自身でお好きな方に付け替えていただけるので、ちょっとこうお出かけ用のマイクロミニバッグみたいな感じにも使っていただけるようにお作りしてます。このベロアのポーチとセットになったもので、お値段もお手頃な価格で今回お作りしているので、ちょっとしたギフトなんかにもおすすめになってます。もう一つご紹介したいのはこちらのワイヤー入りのブラのシリーズになります。中心がフロントホックになっていて、背中見せができるブラを今回お作りしてます。ダブルパッドがこう入っていて、厚みの調整をご自身でしていただけるので、しっかり盛りたいなっていう日はお二つ入れてもらって、ちょっとナチュラルにメイクしたいなって時はパッと抜いていただいて、なしでも着ていただけるようにお作りしてます。お疲れ様です。お疲れ様です。スポーティーなトラックジャケットにチュールのスカートを合わせてみました。ボリュームたっぷりに作っていて、動くたびにチュールがふわふわ動くのでお気に入りです。上に着てるトラックジャケットは90年代のヴィンテージカジュアルを、ま、今っぽく後ろがこういった形、白と黒のカラーブロックになっているのがポイントです。スポーティーなものとこういうあのフェミニンなものの組み合わせがすごく今っぽいなと思って着てます。このワンピースが気になって今回はこのワンピースを着用させていただきました。派手すぎず結構肌に馴染むような色なのですごく着やすいです。全個着用が可能になっていて、これでもすごいここがポイントにもなりますし、逆に着ていただくとすっきりしたようなデザインになっていて、結構きれいめに着れるので、こっち面だとツイードのジャケットとか合わせていただいても可愛いかなと思います。インナーをちょっとイエローの同じようなトーンで色味で合わせて、ちょっと春らしさを演出してみました。今回は
このちょっとミリタリーっぽいしっかりした素材のカゴパンツに女性らしいシアーのトップスを合わせてみました。ファスナーで閉じたり開けたりができる仕様になっているので、通常のカゴパンツとしても着用していただけるし、こうやって開けたりしてちょっとスリットパンツとしても着用していただけるっていう形のパンツになってます。こちらバンドゥー付きでカップ付きなので、このまま1枚で着用していただけます。インナーとしてデニムですとかジャケットと合わせていただいてもいいですし、1枚でも着ていただけるのですごく可愛いかなと思ってます。ストレッチ性のあるレースのトップスにベシチェにこのデニムのハーフパンツを合わせるのがすごく気になっておりまして、ぜひゲットしたいなと思っております。キャンディーストックの品番になりまして、ふんだんにパールを使ったカーディガンを持ってきました。袖の方もびっしりパールが詰まっていて、ブラックはこういった感じでマルチカラーにしているので、ビリーブラウンがお好きなお客様に刺さってくれればなと思っております。ちょっとヴィンテージライクなワンピースをお持ちしました。ロマンティックな印象とランジェリーライクなデザインがすごく可愛いなと思って、デニムとかと合わせたいなと思ってます。いらっしゃいませ、はい、春らしいファンファーの装い、今日はピンクにしてみました。リボンになってて、こことここにリボンがついてるんですよね。取ったらこういうディテールになるので、垂らしてきてパンツとかと合わせても可愛いですし、リボンがトレンドなんでリボンのディテールのアイテムとかも多いので、ぜひぜひなんかご紹介していけたらと思ってます。こういうリボンモチーフのニットをお作りしてます。パファってすごいニットが得意なんですけど、ちょっと刺繍で今回は少女っぽいリボンのデザインのニットをお作りしてます。春っぽいミントだったりとか、フェミニンなパープルだったりとか作っております。やっぱ展示会って着ると欲しくなるんですよ。このシャツも買おうと思ってるし、このスカートも可愛くて、色展開こんな感じなんですけど、プリプリしたブラウスとか着てももちろん可愛いんですけど、やっぱちょっとカジュアルアイテムとセットで着てあげたりとか、今季ファーファーのすごいフレンチっぽい要素も兼ね備えてるので、ボーダーのものと合わせたり、フェミニンとカジュアルとかモードをミックスさせて着てあげるのもすごいトレンドで、黒買おうと思ってます、はい、あとはこのカーディガンもリボンモチーフになってます。シンプルなカーディガンなんですけど、このボタンのところがビジューで先っちょにこうパールがついてるデザインになっていて、これがおすすめのめちゃくちゃ可愛いカーディガンです。お疲れ様です。お疲れ様です。トレンドということで、もう全身キラキラでコーディネートをしてみました。まずこのブラウスが本当に一目惚れで、ここにファーファーって入ってるんですよ。シャツブラウスでカッチリしてるんですけど、ピンタックとかが入ってて、トレンド感も出しつつファーファーらしさもあるコンパクトめのブラウスなんですけど、大胆にビスチェでボリュームを出してバランス感を出してみました。靴まで今回キラキラで、キラキラのラメの生地の上からレースを貼り付けたスニーカーサンダルになってまして、パーパーらしい一品なのでおすすめです。どうしよう、予想外の質問来ちゃった。今シーズンドレス3型展開してるんですけど、ファーファーのドレスらしいなんかチュールも使いつつ、張り感のあるカジュアルな素材と実は2着セットになっておりまして、単品で着てちょっとシア感を楽しんでいただくのもおすすめですし、トップスの部分だけで着てあげてデニムとかと合わせても着られるようになってるんですけど、カジュアル使いもできるモードな変わった一品になってますね。これまでになかったファーファーのドレスになってます。あとは個人的にとってもおすすめのアイテムなんですけど、今シーズンファーファーパリのオリンピックに向けてスポーティーなアイテムもかなり提案させていただいておりまして、アメフトシャツをイメージして作った T シャツなんですけど、淡い色展開も用意されてファーファーらしくも着用いただけるアイテムになってますので、トレンド感も出しつつファーファーらしさも楽しめるアイテムが今シーズンたくさんあって、こういったねラインのアイテムだったりとか、スポーティー要素のあるアイテムの中にちょっとフェミニン要素も足されたファファらしいアイテムがたくさんあるので、ぜひ皆さんに見ていただきたいです。
見られてました。今季がキラキラだったりとかラメとかのアイテムが多くってそれがトレンドなので今回はこのラメのキャミソールをアクセサリー感覚でこう一点主役のものということでこれを軸にコーデを組んでみました。中に着てるのがシアーのインナーなんですけどフロッキーのこのドットがすごい可愛くてファーファーのオリジナルのブランドロゴが入っていてフェミニンでスポーティーなこのミックスのアイテムとなっております。パンツも素敵ですよね、はい、今回はちょっとアップグレードしていて締めるとハイウエストで着れてトレンドのこの折り返しもできるというアイテムになっております。小物も可愛いです、はい、キラキラを洋服に取り入れるのがちょっと難しいっていう人は小物とかからチャレンジしていただけるといいと思います。スイードのすごいアイテムも多くってラメラメラメ多いですよね、はい、なんですけどデニムとかの上だったらこういう可愛いものも着れるかなと思っているのでこういうジャケットスタイルとかにも挑戦したいです。お久しぶりです。お久しぶりです。今季ファンファーのロゴがウエストにプリントされてるアイテムが豊富でこれを今回は使おうと思って選びました。ぐるっと一周ファンファーのロゴがあるんですけど今回はこちら以外も長袖だったりとかスカートのウエストについてたりとか結構ウエスト周りのロゴっていうのがポイントになってます。パンツも色が素敵です。そうなんです。あんまり普段ラベンダー着ないんですけどあのファーファーらしい綺麗な色に惹かれて今回は選びました。ギフトハートのモチーフのカバンとかいかがでしょうか。今回はちょっとコロンとちっちゃめのデザインですね。オリジナルのキルティングのデザインなので新しくて可愛いポイントかなと思います。ショルダーも外せるのでもうここだけ持ってバックインポーチとかでも使えますしどんな方にもご案内できるかなと思います。リアルバイですか、はい、ちっちゃなキラキラが本当だ。そうなんです。前のフリルとかも可愛らしいので今年のフェミニンらしさとかもちゃんとポイントとして出るかなと思います。お疲れ様です。お疲れ様です。また華やかなドレス、はいはい、花柄のドレス。今回のテーマの一つのフレンチクラシックのコーディネートにまとめてみました。こちらがセットアップになるんですけど別々でも着れるしワンピースみたいな感じでも着れるんですけど今回フレンチクラシックなのでこういう小さな小花柄に母体のディティールが入ったクラシックなアイテムにあえてウエストのところにゴムにファーファーのロゴ刺繍を入れたちょっとスポーティー要素も取り入れたミックス感のあるスタイリングで合わせてみました。今つけてるさくらんぼのアクセサリーとかも今季ちょっと気になっていたものでこの子とバッグ系がすごい可愛いものいっぱいあって目を引く可愛いチュールのバッグなんですけどマグネットボタンで中がこれぐらい割といっぱい入る容量のバッグになっているんですけど長めのショルダーでも使えるようなアイテムになっておりましてカジュアルなアイテムとかと合わせてもすごく映えるようなアイテムになっておりますのでおすすめになります。あと他のおすすめのアイテムなんですけどフレンチクラシックの要素としてこういう華奢なレースとかピンタックなどをあしらったようなアイテムを多く取り揃えておりましてこちらの全体的にレースをふんだんに施したこちらのトップスもすごくおすすめになっておりまして今これ黒なんですけど他素材を変えてデニムとかの色展開もあるのでぜひこちらもチェックしてみてください。こんにちは、スナイデルホームです。はい、キラキラ春ですよ。スプリングファッションチェックいきます。はい、高菜のファッション紹介させていただきます。今回はちょっとこのセットアップに挑戦をしてみました。ハイルの素材になっておりましてもうさらっとした薄手のタオル地になってます。で結構カジュアルめかと見せかけてフラワーのジャガード折りになっているので女性らしさもありつつパンツはワイド目でラインを拾わなくてパーカーはちょっと短めのすっきり見えするものでトップスがこのおへそがチラッと出てる形になっててトレンドもありつつちょっとカジュアルさと女性らしさがあってちょっと挑戦してみました。じゃあ春菜さん交代、こっちおいでよ。何をあそこだけでしょ。
回ってる。ちょっとマイク交代して。マイク最初交代よ。来た来た、よしよし、いいか。ワンちゃん。私はいつも結構定番化してきてると思うんですけども、ワンピースにパンツのレイヤーとスタイルで着用をしております。サテンの、ルームウェアになっておりまして、後ろがウエストリボンで滑るようになっているので、スタイルアップが可能な仕様になっています。色違いこちらです。胸元に繊細なレースがあしらわれているのもポイントになっておりまして、この肩のパフスリーブの感じ、ウエスト切り替え高め、後ろリボン、でもアパレルワンマイルとしても着れるようなデザインになっているので、スライドの方もこういったものも今季取り揃えております。トレンドアイテムはこれでーす。こちらです、はい。はい。リボン調のアイテムは、はい、今季は推しになっております。新型ですね。はい。その新型にもリボンがたっぷりとあしらわれているのがポイントになっています。持ち手もシャーリングで結構太めで持ちやすいのと、自発なクッションが入っておりますので、安定感のあるバッグになります。ランチとか、お弁当入れてくとか、マイボトル入れていただいて、ちょっとこれで出社とかしたら可愛くないですか？今なりますね。はい。なんかオフィスカジュアルともすごい合わせが可愛いかなと思います。華やかになるので1個持っておくとすごい便利かなと思います。こういうベロア調のグッズもたくさんご用意をしているので、今季推しのポイントになります。リボンシリーズでお洋服もちょっとご用意があるんですけれども、ポップコーン生地のルームウェアが初登場します。表面感が結構ポコポコとしていて、はい、凹凸感のあるような作りになっているんですけども、これにもリボンがあしらわれているのが、すごい可愛い、はい、まだ紹介したいのあるんで、こっちなんです。ついてきてください。バレンタインコレクションになっています。もうそんな季節ですね。本当ですね。今回のバレンタインのテーマはスイートパラダイス。スナイデルホームで大人気のトワルドジュイの柄をちょっとチョコレートモチーフで落とし込んだコレクションと、ちょっとスイーツにちなんでカップケーキのジャガートだったりですとか、人気のチョコボタンのカーディガンとクッキー感が大きくプリントされているインレイ素材の上下になります。で、男女お揃いでも着ていただけるので、バレンタインでちょっとギフトにあげたりですとか、ご自分用にも楽しんでいただいたりとかしていただけるシリーズになっております。こういうちょっとチュールがあしらわれていたりとか、サガラ刺繍であったりとか、編み方変えて立体感出してっていうのをすごくこだわって作っているコレクションになっているので、今季の推しのアイテムになりますね。はい。こちらは今季推したいセットアップシリーズになります。ブルーをリアルバイしたいと。カルラさんリアルバイ。下がニットのショートパンツで、上がカットソーの長袖のシリーズになっています。これ異素材でセットアップっていうのは珍しいというか、スナイデルホームでは初めてになるんですけど、セットアップ自体はすごい人気のシリーズなので、うん、毎回ご好評いただいて、そうなんです、はい、おります。はい。金額もね、セットだと少しお安くなっているのもポイントなので、そうなんです、すごいリーズナブル、はい、なっております。こういったものもクロップド丈のトップスにショートパンツもミニでご用意をしている。真ん中にエンブレムがあしらわれているのもポイントですし、スウェット素材のセットアップになっていて、今回はハート柄で用意してます。今回初めてカーディガンとカップインのワンピースのセット品番が登場いたします。お値段がね、別々で買う金額よりも3000円、4000円くらいお安く、はい、だいぶお安くお求めいただけるなってます。ぜひチェックしていただきたいなと思っています。中も人気のシンプルな、はい、カップインのワンピースになっているので、スナイデルフォームを最初にちょっとゲットするのにもおすすめのアイテムですよね、はい、そうなんです。こちらは母の日の4月に展開するアイテムたちになります。今回初めてこういったフリルのエプロンを登場しております、はい、デザイン性が過去一こだわったものになっております。肩紐がゴムになっているので、すごいあの可愛さもあるんですけども、つけやすさもあって、すごい可愛いですよね。これすごい料理上手なんですよ。もうすぐできるからね。お腹減った。もうちょっと待ってね、もうすぐできるから。
ってプロの用意をしております。あとはストライプ系のルームウェアもご用意しているのと、今回エコバッグと T シャツは連動してお花のモチーフのプリントを施してあります。こちらですね、私と企画の音木戸さんが一緒に集めて、スナイデルもオリジナルのお花とこのフラワーのデザインを作ったんです。そんな才能あったんだねラッピングのメッセージも、一からこだわって、はい、作ったものになるんですけども、これをお写真を撮ってプリントに施した品番になってます。裏話をするとこのチューリップとかもすごく大変でそういう裏話もありつつ誕生したチューリップのこの T シャツ、すごい大変だったんだねっていうのはご用意しました。以上、スナイデルホームでした。バイバーイ。